伊沢修士から1917年5月3日は、日本の教育者、文部官僚。近代日本の音楽教育、喫音共生の第一人者である。号は落石。品の国高登城下に、高東藩士の父、勝三郎、母、竹の子として生まれる。陽名は八夜。父は二十票二人ぶの低六の下級武士のため、極端な貧乏暮らしだった。 1861年から反抗神徳館で学び、1867年に江戸へ出布。ジョン・万次郎に英語を学ぶ。万次郎が欧米に出張すると、1869年に築地に転居したアメリカ合衆国長老協会の宣教師カラゾルスから英語を学ぶ。京都へも留学して蘭学などを学ぶ。同年には、藩の更新生として、 大学南校に進学する。1872年には文部省へ出資し、後に公部省へ移る。1874年に再び文部省に戻って愛知市販学校校長となる。3月、同校付属幼稚園で日本の同様を使って遊戯昇華を始める。百七十五年七月十八日には市販学校教育調査のために、 コーズセンサブロカ高根秀夫とアメリカ合衆国へ留学、マサチューセッツ州ブリッジウォーター市範学校で学び、同時にグラハムベルから手話術を、ルーサー・メイソンから音楽教育を学ぶ。同年10月にはハーバード大学で理科学を学び、地質研究なども行う。ローア教育も研究する。1878年5月に帰国。1879年3月には、 東京市販学校の校長となり、音楽取り調べ係に任命されると、メイソンを招く。来日したメイソンと協力して、西洋音楽を日本へ移植し、小学唱歌集を編纂。田中藤丸が創設した体操伝習所の主管に命じられる。1879年10月に、文部教、寺島宗則に、音楽取り調べに踏み込み書を提出した。 1886年3月、文部省編集局長に就任。1888年には、東京音楽学校、東京モア学校の校長となり、国家教育者を創設して、中空愛国主義の国家教育を主張、教育直後の普及にも努める。内閣制度が発足し、1885年に森有紀が文部大臣に就任すると、 教科書の編纂などに努める。1890年5月30日に国家教育者を組織して国家主義教育の実施を衝動し10月12日国家教育を創刊し翌年に文部省を非職となってからはさらに国立教育運動に力を注いだ。その後、1892年8月に国立教育規制同盟を結成して 小学校教育費国庫補助運動を開始する。1894年の日清戦争後に日本が台湾を領有すると台湾へ渡り台湾総督府民政局学務部長心得に就任、統治教育の先頭に立っている。1895年6月に台北北部の芝山岩尾に小学校、芝山岩尾学堂を設立。翌百九十六年一月、 伊沢が帰国中に日本に抵抗する武装勢力に同行が襲撃され、6名の教員が殺害される事件が発生した。1897年には貴族院直線議員。晩年は高等教育会議議員を務めたほか、喫音強制事業に勤め、1903年に落石者を創設。1917年、脳出血のため67歳で死去。 墓所は、雑誌画や墓地。祝日大祭日昇華、紀元節や昇華、広奥に、来たれや来たれなどを作曲。生物原子論を翻訳し、進化論を紹介する。著作に、教育学、小学昇華、学校管理方法化。1899年頃の肖像。ありがとうございます。